大谷敬遠直後の打者、成績がおかしなことになる。シーズン終盤になり敬遠されることが増える大谷翔平だが、これまでのシーズンに比べて大谷敬遠直後の打者成績が上がっている。2021打率250、205、0本塁打、 OPS 550、2022打率000、12、0、0本塁打、 OPS 143、2023打率158、19、3、0本塁打、 OPS 396、2024打率571、7、4、1本塁打、 OPS 1.698。 エンゼルスとドジャースの差が、最近は大谷敬遠直後にレッツが怒りのホームラン打ったよな。レッツなんて敬遠勝負されたの通算3回で、オルティス2回と大谷1回らしいからね。それあんだけキサイとするわ。ドジャースにいると敬遠数は増えないのでホームラン数は増えそうですね。結論、大谷と勝負しても地獄、敬遠しても地獄。敬遠しない方が良いかも。つか7回しか敬遠されてないんか。盗塁力と城の打者の打力で変わるもんやね。9回の打数に四球は含まないからな。これは興味深いデータですね。これを相手が知ってたら大谷さんとの勝負が増えるか。大谷の後は大体レッツかフリーマンだからな。大谷の前後に打てる選手を置くことが大事。もはや大谷と勝負した方がいいんじゃないか。どっちも地獄は間違いない。むしろ大谷敬遠は長打を打たれるサインと言っても過言じゃないですね。敬遠しない方がまだ良いですね。普通に勝負しましょう。大谷の支配は避けられない。打たれても3割以下でしょって感じにはならないのよね。ただこの成績だと勝負した方がいいのかな。すごい。敬遠時は一塁が空いていることがほとんどだと思うので、基本得点圏。今季の大谷の得点圏打率は2割そこそこ。それでも大谷との勝負は怖いんですよね。エンゼルス時代がいかに大谷選手にだけ打たれなければよかったかを如実に表してますね。打った打者より大谷がすごいんだけど、大谷と勝負するという緊張感が敬遠により集中力が切れ、塩の打者に打ちやすい球がいってしまう。なんで今年になってこんなに数字が上がったんですか。すっとぼけ。管理人のつぶやき、ドジャースに移籍したことにより予想されていたプラスの効果が数字にも表れていますよね。大谷さんと対戦するチームは後ろにレッツとフリーマンいるので、きっちりと大谷さんと勝負してください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。